シーラスビジョン SF50 機内、コックピット後方から見た、シーラスビジョン SF50 シーラスビジョン SF50 は、アメリカ、ミネソタ州のシーラスエアクラフトが開発した、単発低翼の長軽量ジェット機である。通称、ビジョンジェット。シーラス発の単発式長軽量ジェット機であるが、操縦艦は、サイドヨーク式、ガーミン製をベースにした、 独自のグラスコックピット、緊急着陸パラシュートを標準装備するなど、同社のベストセラープロペラ機である SR シリーズとの共通性により機種、転換訓練もスムーズに行える。乗員はサイドバイサイドのコックピットに加え、後部に最大5名分の独立した座席が用意されている。機内は、予圧され高高度の飛行に対応できるため、短距離用のビジネスジェットや、 エアタクシーなど事業用が想定されているが、SR シリーズと類似したアビオニクスにより、アマチュアパイロットが自家用機として運用することも容易であるとしている。ビジネスユースにも耐えられるジェット機としての性能を持ちながら自家用の小型プロペラ機のような感覚で所有できることをコンセプトに設計されており、小型プロペラ機と従来のビジネスジェットとの隙間を埋める存在として、 市場で注目を集めている。エンジンには、複数の長軽量ジェット機に採用実績がある、ウィリアムズ・インターナショナルのターボファンエンジン、FJ33 が採用された。エンジンは、機体後方上部に搭載する。その排気を避けるため尾翼は、機体上面に大きく、機体下面後部に小さい翼を配置する、上下非対称の X 字もしくは、小型の仮面尾翼を追加した。 V 字尾翼という変則的な構造となっている。2006年に開発に着手され、最初の試作機である V1 は2008年7月3日に初飛行に成功した。2016年10月28日に FAA の形式証明を取得。2016年末には一般顧客向けのデリバリーが開始された。2017年5月にはエアサの形式証明を取得し、 ヨーロッパの顧客向けのデリバリーが開始されたシーラス公式サイトよりありがとうございます。